春南風。皆さんこんばんは、南風セリカです。この番組はパチンコタレントとして勉強中の私がライターさんと共に実践を行って分かりやすい解説をお届けするという番組になっております。そして本日は笑いあり涙ありの各種南風最終回スペシャル指南役としてこの方。皆さんこんにちは、パチンコ必勝本神谷玲子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ前半戦、本日課題機種ってことで、はい、花輪刑事の漆黒。そうですね、はい、漆黒の衝撃をちょっとさせていただいたんですが、はい、私は単発で1回当たっただけ、はい、肝心の玲子ちゃまはどうですか。ゼロです。あーってことは坊主坊主、今日教わったんです、坊主っていうねノーヒットのこと坊主って言ってねはい、なんでちょっと思い出して猫ちゃまにこう教えてもらいながら思い出そうって思ってた演出とかも、うん、まあ松風以外見れなかったっていうのもあるんで。そうですね、はい、松風ばっかだったもんね。そうですね、なんでこうどうなっていくんかな、ちょっと流れ変えたいですよね。うん、変えたい。なんでキセル予告が出たら隔週名物の耳をつけていただくっていうことだったんですけど、はい、どうですか、もうつけちゃって連チャンかってする可能性結構上がりますけど。おー、ライトスペックぐらいにはなります、これつけたら。本当に嫌ですなんで拒否する全然いいよみたいな感じやったじゃないですか裏では結構大丈夫だったんですよそう、でもね、はい、これ、はい、私さっき前半戦の時に、うん、319回したらつけるねって言ったくせに、はい、ちょっとしれーっとね、あ、ほんとだ、知らんふりしてたの。ほんまや、全然気づかなかったから。結局ほんとですよ。ちょっと後半はこれつけて、まあ、はい、一回も当たってないからね。そうですよね、こればっかしは。まあまあ罰として、はい、わかりました。いや、得点ですけどね、罰じゃないですけど。いや、罰だよ、はい、こんなの。得点として野生の耳をつけて、はい、お届けしようかなということで、それではじゃあこれつけて頑張ります。はい、ということでそれでは後半戦の実践もよろしくお願いします。はい、ということでそれでは後半の実践スタートしたいと思います。はい、頑張ります。耳あり、レコちゃまと。でも耳がすごい、はい、シャンピーンってなってる、ピーンってなってる、うん、私もセリピみたいなこういう寝るやつが良かった。あ、こっちが良かったですか。そう、恐れもあるんですけど。え、嘘、めちゃめちゃ直角。あ、嫌ですか大丈夫、大丈夫です、これでめっちゃ似合ってるから、絶対大丈夫。この勢いでちょっと当てますんで、うん、はい、はい、そうです、そうです。はい、で、後半は私の主な解説と、はい、なってますね、よろしくお願いします。では、基本的なスペックも紹介します。はい、この花の刑事漆黒の衝撃、はい、通常時の大当たり確率は319分の1、はい、確変突入率は 55%、はい、この台は確変転落タイプになってます。はい、確変中の大当たり確率は145分の1、はい、で転落の確率が270分の1、はい、でなおかつこの台は前作と違って右打ち中の大当たりが 100%、 2400発の大当たり、はい、そうです、クラウドとなってるんで、うん、確変突入率は減ったものの一撃性は伸びておりますんで、うん、もう右打ちに持っていってなんぼみたいな台になってます、ね、はい、はい、素晴らしい、完璧、よかったです。で、5台注目演出と言っちゃいます。はい、プレミアとかで虎柄だったりとか金文字みたいなのはあるんですけど、うん、それとは別でストーリーリーチ、はい、刑事スペシャルカットイン、うん、でおなじみのキセル予告、うん、さらに戦狂いゾーン、はい、あともう一つあるんですよ、うん、あれあれ、一個何かな、ド忘れしちゃいましたか。ド忘れしましたね。ストーリーリーチ、キセル予告、はい、スペシャルカットイン、刑事ボタン、お、イエス、正解です
これセーフなのか。おっと、お一刀両断かな。一刀両断だ。ちゃうかな、うん、大丈夫でしょう、ね、トラガラ素晴らしい。いやいやいや、よかった。でも着せる、来るんじゃない、着せる星来るかな。着せるかみたいはやっぱりね、素晴らしい、うん、やっぱ刑事打ったら着せるは一回は見ときたいです。一回をお届けしたいですしね。赤ファイアですね。お、出た。よかった、よかった、よかった。ゼロエスバカード来てるわね。もう暑いんで。へえ。いや嬉しい。キセル出せました。素晴らしい。よかった。今日はこの椅子がすごい寄ってきますね。でもなんか今のところ見たいもの結構見れてる感じだよね。トラセンスにちょっとそっちのあたりも見たいけど、早く当てたいから一応打ちながら。ああそうですね。わー、まあトラ柄でキセル出たんでね。やった、この歌、これこれこれ、嬉しい、やば、すごい。ケージラッシュは来た、来ましたね、完璧。それでデカ文字、あ、いや涙桜の歌が届くようにめっちゃ近づいたんですけど、音声にみんな届いてる。すごい、 ありがとう、よかった、あなたがありがとう、いやよかったです。でもいいものすごい見せたね、いろいろ出たから、よかったです、ほんまに。でこれで 55% 引けばいいんですよね。そうだよ、頑張って。得円達成率 55%、585回転目か、大当たり。単発では終わらせませんよ、頼みます。この先が見たいからね。ねえ、そうですよね。悪魔のウマボーナス乗りこなして、乗りこなしますよ、頼む、行くよ、よっしゃ、素晴らしい、か確かに手応えを感じました、リンゲージ、オッケー、よかった、いやほんまによかったねえ、だってドリフ交換下りともなんか1回でしたって ね、 ねえ、しかもここが見せたいところなのに、よかった、ありがとう。一気かけラッシュが一番好きなんで、一気かけラッシュで、ね、縄文突破で行きましょう、はい、うわー、もうさすがセリピ、いや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 、よかった、おー、涙桜ゾーン、ちょっと頑張って、私もそうそうそう、よし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 、これを木に入れちゃって、あ、今金、金だったよね、あ、ピン、今金文字だったよね、緑保留で、お、赤ボタン、あ、こっちか、うん、さあ、セリフ270分の1を引かずに145分の1を引きまくってください。転落調整になってるんでね、270分の1を引いてしまった転落で、ちなみにこの一曲ラッシュは確か100回転までは絶対に転落を引いていたとしても一応続くんですけど、データがつきます、100回転データもつくんですけど、でも100回転を超えてもまだこのあれが続いてる場合はこう全然上がらへんやん、なかなかそれね決まらない、ね、うん、あとリンケージ一発で
一発告知もあるんで。絶対100回転はつくんですけど、100回転を超えても勢いゲラッシュが続いている場合はまだ各編にいるということで、そうです、転落を引いてしまっていたら100回転後はあの通常の左打ちに戻るという感じ。はい、だからその100回転回した時の分岐点で、まあ、どっちに行くか、うんうん、100回転超えた後はもうリーチになった時点で当たりか転落かはもう決まってます。あと5回転になります。これで終わってしまったら転落を引いたということになるんですけど、どうや、ここ大事だね、赤軍が、うん、赤軍勝てばラスト継続、さあどうかな、どうセリピ ー、 うーやられたぞこれちょっとやばない、やばくない、まだまだこの後まだ、頑張れ、お願いお願いお願い、うわあーセリピーまさかのちょっとうわ転落引いてましたね、引いてましたね、うわ最悪やお赤ふすま、ありゃまー、涙桜ゾーンか、あーこの涙桜ゾーンはあのパッとしないゾーンですからね、ちょっと弱いから ね、ここから疑似連とかでつないでってほしい、今日疑似にの赤、青り、あーうわお、行きたぐらい行きました、5大注目演出、うんうん、48% ぐらいあります、え、行くさぐらいゾーン今日初めてだよね、今日初だね、ただ今のままじゃちょっと、あーそう、あーふつまの色赤くあってほしかったけどまだわかんないよ、全然可能性あるある、まあ、SP ロングまでは行くんで、なんかストーリーリーチみたいな、ひとまず赤字で、うん、タイトルも赤で、SPSP はいかないね、あーあ来た、いった、いった SPSP ロング、あれも、あ、これも、もしかしてこれ可能性あるよ、よしよしよし、お赤字の、あーまずいタイトルは通常ですけど、ね、でもでもテルパーカーだし、ここでデカ文字のチャンスアップ、お来た来た来た、これ何割ぐらいあると思うんで、まさかの当たるか、当たるか、神様お願いします、それお願い、やだー、いや復活、復活あるんちゃうかな、行かないで行かないで、行け行け、あ、当たる、うわ強一でした。ここに来て強一のやつを外しました。あ、そうだね。そうだね。おう。え？あー、見せかけてだ。あー、本当だ。私も今日それやられた。さっきのね。うん。あれ？あ、堀江変わった。ちょっと待って。待って、金堀江来たよ。金やん。金じゃん。金ですま。うん。これ最後ですよ、この出玉。ちょっと待って、ちょっと待って。これさ、80% の金堀江。多分だけど当たるんちゃうかな、赤ブルブル、ね、ブルブルの赤、また激アツ、激アツ、もうこれはね、もう当たりましたね、これはね、うん、これはもらった、まあここはちょっと弱いですけど、うん、けどけど、いやけど当たるよ、だって金保留だよ、当たんないわけないよね、そうそうそう、これは当たる、でカットインは、あれでも
でもでもこっから、うんうん、まあ何かしらトラ柄とかまた出てくるんじゃない？ちょっと弱いな、うん、ちょっとキーコリューじゃなさすぎるぐらい弱いですけど、いや行くでしょう、うん、行くと思う。これはね、うん、スピースピー、おもう何もない、うん、え、なんかびっくりするぐらい、あまあまあ、ここからよかったよかった。いやでもやっぱストーリーリーチはいかないな。でもさ、あ、これ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 ね、SPSP ローグのフラッシュ出ない。まあ赤字も出ない。うわタイトルも普通だ。これが見たかったよ。 あ、これね、うん、3D デカ文字版テレビ怖い。いや大丈夫大丈夫、いやこれは当たるよ。レコちゃまやったー、なんとよかったー。もうないですよ、まだこれで本当にラストだって言ったんで863回転なんとかよかったよかった、当たりました。まあ、ここはね、ひとまず、どうにか 55% 突破してますように。いや、よかったよかった。突然やってきたね。突然やってきた。まあ、初回大当たりなんで6ラウンド。これこなせー。いやー、やりました。よかったー、100円ゲット。すごいすごい、今日初の当たりにして100円も入りましたと、うん、いやほんと残り玉20玉ぐらいの奇跡ですよね。じゃあ息かけで、うんうん、息かけラッシュで、はい、ここでねレバーを押すと極めに変えられる。プレミアムだったら一発告知系が増える極め行くんですけど、私は普通のでいきます。さあ息がけラッシュ、ここから確変ですね。はい、電速100回は必ずつくんですけども、ここで270分の転落を引くか145分の1の大当たり、そうですね、まあ、いかに145分の1の大当たりを引き続けることができるか、うん、そうですね。あ、ちなみに私はさっき一発目でもう270分の1の転落を引いてしまったんで、でどっちを引いたかっていうのは100回転まで分かりません。はい、分かりません。ちょっと私はリンゲージをしちゃいます。それ、ああ、これはあ、そっか、リンゲージを押すと一発で分かるんですね、はい、まあこれね、城門突破できれば大当たりなんですが、できずと。ちょっと1回は取りたい。うん、そうですね、もしかしたらもう転落してる可能性はあると、うんうん、その場合はね、確率319に戻った時短になってるんで、うんうん、そうですね、あと30回でどうなのかが分かります。だからできることならね、その100回転いく前にやっぱ当て続けたい。そうですね。緑の梅鉢、あ、紫チャンスってことですかね。チャンスアップです。直江さん、あ、来たよ来たよ。これ縄文到達も赤字とかだったらチャンスアップなんですが、
新ゲージでいきますか。いきますか。おい、全然、全然ダメだ。ゲージ、あーちょっと松風行っちゃって一応出たね、連打、うんうんうん、あれこれさ、どうかな、もう今80回転だからラスト20回転でも145分の1だよね。そう、145分の1、270分の1を先に行くわけないよ。そうだね、うん、確かにそうだ、145分の1の方がそりゃ引きやすいもん。そう、大丈夫大丈夫。あれ今何回目、3回目4回目どうだ。全然ゲージがたまりません。新ゲージ押してたと気づかないレベルでしたね。そう、あっさり。ただこのリンゲージ、これ動くペースもね、うん、遅い方がチャンスなんですけど、普通に速かった。ただなんかこの今回右打ち中の1回でかいですからね。そうなの、大事に、うん、あーというわけで分岐点ですね。ここ100回転終了して赤陣が負けたら終了です。負けなければ逆に言ったらね、転落引いてないという。待って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 、あれちょっと待って、嘘でしょ、そんなことある、弱すぎるよ、戻っておいて。まだ分かんないよ、まだ分かんないよと見せかけてパターンかも。継続、私たち、私たち2人とも270分の1を先に引いちゃったってこと。というわけで単発終了でございます。いや、2人ともなんとも言えないような、はい、ちょっと終盤となりましたが、はい、お時間ということなので、はい、早いね、早いですね、あっという間ですね、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日の実践終了しました。お疲れ様でした。最後に、はい、やりましたね、当たりましたね、800何回転かで、何回転、856ぐらい、そうですね、行ってやっと金保留で、もうこれでやめますと言ってた、保留で金保留から、さあやったーと思ったらなんかね、満発出ると思ったらね、はい、あれみたいな、なんか、うん、なんか今日の私たちは何なんですかね、2人とも駆け抜けたもんね、そうそうそう、なんか気持ちだけはあったってことですかね駆け抜けていくぞみたいな勢いはあったけど、向いていくぞみたいな、持久力じゃなかった、はい、だって2400発そこを2人とも見せてないっていう、ね、まさかの右打ち中すごいよっていうのが本当お見せできなかったことだけが本当心残りとなってるんですけれども、はい、本日の採点結果の方ちょっともう早速ですけどお聞きしてよろしいですか。はい、ね、なんか重荷だと思うんですけどいきなりね、ちょっと私がね採点なんてしていいのかなって感じではあるんですけども、そういうのじゃなくて、うん、じゃあお願いしていいですか。はい、はい、本日の点数はこちらとなります。ででん、じゃん、あ反応しづらいかもしれないけど100点。いやもうなんかいろいろひっくるめて、まあ大当たりもねうちらちょっと見せれなかったんですが、何気に真犯の刑事結構解説もすごい詳しくて、はい、本当ですか、はい、でも私が言ってるようなこと全部、まあ、教えていただいたんですけどねまあちょっと演出がねあんま来なかったから深いところなかなか行けなかったけども、解説も完璧だったし、
当たりも引いてくれて、私が全然当たらないのを一生懸命こう喋りでフォローしてくれたんで、私的にはお互い様ですよ。めちゃくちゃ助かりました。本当指南役で今回初めて来させてもらったのにもかかわらず、まさかね、最後の最後に当たりやっと引けるみたいな感じだったんで、なんかでもすごいなんかめっちゃ楽しかったです、個人的に。本当ですか、はい、よかった。いろんなお話ができて、うん、いやこちらこそありがとうございます。せっかくなんで、あの最後のクオカードも、うん、ぜひ応募していただいてゲットしてほしいなと思うんで、ぜひ皆さん応募してください。はい、お願いします、はい、てこちゃまからしたらね、いきなり来た番組で、はい、なんか最終回ですっていうのがちょっとね申し訳ないんですけれども、うん、あの本日で、まあ、最終回ということで2年間させていただいたんですけど、うん、まあもう本当にいい経験をさせていただいて、もう胸がいっぱいです。なんかうまく言えたらいいなって思うんですけども、感謝の気持ちでいっぱいです。2年間こんな私の番組あのカバーしてくださったライターの皆さん、そしてご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございました。いや、お疲れ様です。ありがとうございます。いや、またねこういう機会があれば。そうですね、まあもう一生多分私はうるさい感じでやいや言ってると思うんで、はい、また違った形で、うん、そういうのもお届けできるように頑張るんで、はい、これからもよろしくお願いします。涙ありがあったさえ。ゆくねこちゃん、本当にありがとうございました。ちょっと私までなんか、今日来たばっかなのにちょっと涙もらえそうになっちゃいました。本当感謝しかないです。はい、これからも皆様のパチンコナイフに話題がありますように祈ってますんで、はい、一緒に大当たり目指しましょうね。はい、はい、ということで、各種南風ご覧いただき本当にありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。The truth will break your chains, we have the key.